空を赤目に染め出した夕方5時半の帰り道、ねえ僕はどこへ向かえばいい。黒いコンクリートの柱が綺麗に並んだ道しるべ、今不確かな未来で歩いてゆく。懐かしい記憶も最後で退屈だった日々も、そこにはいつも君がいたから、君がいたうまく生きれたんだよ。オレンジの教室に浮かぶ君の姿が、何かを探して空を見る窓際の君が、ふざけて歩く帰り道のあの笑顔がまだ僕を苦しめるんだ。ゆっくりと二人手を繋いで歩いた帰り道、少し足をつまずきながら、話す言葉にもつまずきながら、明日も晴れればいいねなんて、そんなことはどうでもよくって、いつまでもこの幸せが続くように祈ってた。流れてく時間とすれ違ってく人混みの中で、どんな優しさに素敵な言葉で歌っても聞いと、君だけにはその一つさえ届かないんだろう。どれだけ君を思っても求めたとしても、僕が君を大切に思えたら、あと少し僕が互いを分かり合えたなら、なんて諦めなきゃって理由はたくさんあるけど、好きだって一つの気持ちに分かれないんだ。オレンジの教室に浮かぶ君の姿が、